こんにちは。令和5年が始まりました。今日は1月1日ございます。令和5年の YouTube の攻め方っていうのは、ズバリですね、自分軍団ですね。この自分軍団っていうのは、世の中に溢れている大きな組織とか、大きなグループ、大きなオンラインサロンってあると思うんですよ。そこにすら馴染めない人が、自分だけの小さなグループを求めて、まさにね、私が常々言っている多数決から少数決です。 小さなグループだからこそやっていける。そして普段、リアルで繋がっていないからこそ繋がれるっていう、こういうふうなね、インターネット独自の人間関係、信頼関係の新しい時代が来てると思うんですよ。ですんで、再生数が少ない方とか、YouTube のチャンネル登録が少ない方が有利なんですよ。まあ、そういうふうなね、3人なら3人、5人なら5人のいつもの仲間っていうのね。やっぱり中学とか高校とか会社でもそうだと思うんですよ。大きな組織にいるようだけども、 本当に普段付き合っっててるのって数人だと思うんですよで。その数人と一緒に卒業を迎える修学旅行に行く会社でプロジェクトを組むこういうふうなコアなメンバー少ないけども強いメンバーっていうのがインターネット上で、えー、今年からねまたさらにブームになるんじゃないかなと思いますですのでこれから YouTube を始める方は再生数をバーンと稼ぎたい確かにある程度のアクセスはいりますでもそれが収縮して小さくなればなるほど濃くなると思っていただきたいと思います そして再生数だけではなくてチャンネル登録が1,000人2,000人5万人いればいいってもんじゃないと少ないからこそ本音で語れる多いとやっぱりね社会的な影響力とかってことを考えちゃったりとかメンバーが多いとこっちにいい顔したらこっちにそっぽを向かれるみたいなことも起きてきてどうしても忖度が生まれてくるんですよだから小さなグループほど濃くできる、まあ、これをね出発点にしていただければと思います 少数決という考え方ですねこれが令和5年のキーポイントになると思います、えー、それでは本日もよろしくお願いします